皆様お疲れ様です。パーソナリティの椿です。手軽にお腹いっぱい食べたい時にぴったりな日本の庶民的ソウルフードともいえる丼物料理、主食である米飯の上におかずを乗せて一つにしただけなのに、ご飯、具材、煮汁やタレが一体となり何とも言えない美味しさを生み出してくれますよね。牛丼や親子丼、天丼や海鮮丼など、日本には定番になっている様々な丼物料理がありますが、がっつり食べたいという時にはカツ丼をチョイスするという人も少なくないのではないでしょうか。手頃な値段でお腹を満たしてくれるカツ丼は、近年外国人の間でもファンの多い日本食の一つとなっています。そこで今回は、国籍や年齢、性別に関わらず多くの人々を魅了しているカツ丼についての話題を取り上げていきましょう。カツ丼について。カツ丼はとんかつ専門店のほか、一般の食堂やレストラン、そばやうどんや弁当屋など様々な場所で提供されている日本食メニューの一つです。日本でカツ丼といえば、とんかつと玉ねぎを醤油味の割り下で煮込み、卵とじにして米飯の上に乗せるというスタイルが一般的ですが、全国各地には独自商品として販売されているいろいろなご当地カツ丼も存在しています。例えば福井県ではウスターソースベースの秘伝のタレを使用したソースカツ丼が有名です。その他、ご飯の上にキャベツを敷き、その上にとんかつを乗せてウスターソースをかけた福島県の会津のソースカツ丼、カツ丼の卵の代わりにデミグラスソースをたっぷりとかけた岡山県の岡山デミカツ丼、甘酸っぱいソース味のあんがとろりとかけられている岩手県のあんかけカツ丼などなど、それぞれの地域で名物になっている独自のカツ丼を楽しむことができます。また多くの場合、カツ丼のカツにはとんかつが使われますが、ビーフカツやチキンカツ、メンチカツ、エビカツなどを使用したカツ丼もあるのだそう。カツ丼の起源については諸説あります。一つ目に挙げられるのは甲府説。1995年9月付の地方紙山梨日日新聞に、明治30年代後半には甲府のそばの老舗奥村本店でカツ丼が提供されていたという記事が掲載されていたのだとか。現時点ではこの甲府説が確認されている情報の中で最古だとみなされているようです。二つ目は、1913年、大正2年に現在福井に本店を構えるヨーロッパ圏の初代店主高畑益太郎氏が、料理研究留学先のドイツから帰国後、東京で開かれた料理発表会でソースカツ丼を披露したというもの。高畑益太郎氏はその後、早稲田鶴巻町の早稲田大学前に自店を構え、ソースカツ丼を売り出していたと言われています。この他、1921年、大正10年、早稲田高等学院の学生中西慶二郎氏が、早稲田大学近くにあった蕎麦店三丁庵で宴会のキャンセルで余ることがあったとんかつを冷めても美味しく食べられるように、卵で閉じたらどうかと提案したという説も有名です。中西氏が考案したカツ丼は卵閉じではなく、ウスターソースをかけるものだったという説もあるのだそう。同じく1921年に大阪で卵とじのカツ丼が登場したとする説もあります。カツ丼の起源に関しては様々な説が伝えられていますが、100年以上前の人々がアイデアを出して生まれた料理が現在でも好まれ定着しているのは素敵なことですよね。カツ丼好き外国人が公開した動画。多くの日本人から愛されているカツ丼は外国人にも注目されています。先日、カツ丼が大好きだという外国人が、高級カツ丼とリーズナブルな価格のカツ丼を食べ比べた動画を公開し、話題になっていましたので紹介いたしましょう。動画では表参道にあるとんかつ店まいせんの高級カツ丼と、とんかつチェーンかつやのワンコインカツ丼を比較しており、投稿者のカツ丼に対するこだわりの強さを伺い知れる面白い内容になっています。ここはダウンタウン東京、とってもクールな街だ。
今日のランチは表参道にある高級レストランマイセンでカツ丼を食べようと思う。店の前のケースには食品サンプルが並んでいる。わお、とってもリアルだね。メニューにも美味しそうな揚げ物料理がたくさんある。だけど今日はカツ丼を食べるという任務を優先するよ。まずお茶と大根おろしが運ばれてきた。お茶がすごく美味しい。でもこの大根おろしはしょっぱくて僕の好みじゃないな。カツ丼が来たよ。美味しそうだけど期待していたものとは何かが違う。カツ丼がなんか違うので、まずは味噌汁からいってみよう。繊細な味がする。なかなかカツ丼に手を出さないところを見たら、俺があまり乗り気じゃないことがわかるでしょ。どんなカツ丼でも受け入れられるような人間じゃないんだ。まあ食べてみよう。肉のクオリティがかなり高い。でも俺はもっとスイートで思いやりのあるカツ丼が好きなんだ。俺が食べるカツ丼は俺に似て不完全であってほしい。このカツ丼はすごく美味しいんだけど、何か物足りない感じがする。1600円だった。なんていうか、本物のカツ丼っていうより飾ってあるトロフィーみたいなカツ丼だった。レストランを出た後、俺はもっと人生を共にできるようなカツ丼を食べたくなって、今度は秋葉原でカツ丼を探してみた。ランチに続いてディナーもカツ丼にしよう。500円で食べられる美味しそうなカツ丼を見つけた。言ってたのはこれのことだよ。さっきのと違って親近感が湧く。俺との共通点が多そうだ。両親にも食べさせてあげたい感じ。これは最高だ。シンプルでエレガントな美味しさ。甘さもちょうどいい。上に乗ってる半熟卵がマジうまいよ。俺にはカツ屋の方が合ってるみたいだ。こちらの動画には海外の人たちから様々なコメントが寄せられていましたので、一部紹介いたしましょう。海外の反応。カツ丼とか丼物は庶民の食べ物だからね。高級な場所で食べるようなものではないのかも。気取らないところに行けばシンプルで美味しいカツ丼に出会えるよ。ちなみに最初に運ばれてきた大根おろしはトッピングだからね。大根おろしの乗ったとんかつはみぞれカツって呼ばれてる。素晴らしいレビューだね。日本に住むのって最高だろうな。日本食を食べるためだけに行ってみたい。どれもすごく美味しそうだ。日本に留学した時、私が仲良くなった日本人がカツ丼が大好きでよく食べていて、あまりにも美味しそうに食べるから私もカツ丼に惹かれてしまった。私はイスラム教徒なので食べれなかったの。私は一生日本のカツ丼を食べることができない。日本にはとんかつや豚骨ラーメンなど魅力的な料理がたくさんあって、正直ムスリムをやめたくなったわ。なんでサクサクのカツを卵で閉じてわざわざぐちゃぐちゃにするんだ。日本人クレイジーだ。豚肉は日本と聞いて最初に連想するものではないね。豚肉中毒といえば中国人かな。この動画を見てたらカツ丼が食べたくなった。船に乗って日本に行く時が来たな。待っててね。俺に似たカツ丼も見つかるといいな。私は日本に暮らすイギリス人だけど、完全にカツ丼中毒になってしまいました。海外の人たちも美味しそうなカツ丼と投稿者独自のレビュー内容に興味津々といった様子ですね。動画で紹介されていたどちらのカツ丼も違った良さがあって魅力的でした。高級カツ丼とワンコインカツ丼、皆さんはどちらがお好みですか？カツ丼のような丼物料理は立派な日本食文化の一つになっています。日本古来の上流階級の人々はご飯とおかずを別々に食べるのが原則だったようで、丼物料理は古くから庶民のメニューとして発展してきました。丼文化の歴史についても様々な説があるのですが、一説によると丼の起源は室町時代に流行った方飯という汁かけご飯ではないかと言われています。方飯とはご飯の上に野菜や乾物を細かく切って煮たものを乗せ汁をかけたもので、もともとは宗家の料理でした。その後江戸時代に入ると現代のような本格的な丼に発展していき、この時代に天ぷらをご飯に乗せた天丼が誕生したと伝えられています。そして明治、大正と時代が進む中で牛丼や親子丼、
カツ丼などが登場し、1950年代には北海道で海鮮丼が誕生。海鮮丼は戦後に誕生した料理として日本全国に広まっていきました。現在では地域の魅力を丼で表現したご当地丼や中華丼や麻婆丼のように海外から伝わった料理を日本風にアレンジしたものなど多種多様な丼物料理が登場しています。丼物料理は自由さが魅力の一つ。ご飯の上にどんな具材を乗せても成立するため種類は無限にあると言えるでしょう。興味のある人は好きな食材、好きな調理法で自分だけのオリジナル丼を完成させるのも面白いかもしれませんね。私たちにとって身近な料理だけに今後丼文化が日本でどのように発展していくのかとても楽しみです。いかがだったでしょうか。良ければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。